おすえとすっかり忘れてました、はい、えと今週の土曜日、えー、電動ゼロ大会、はい、これ、何回目ですか、5回目ですか、5回だっけ、6回じゃなかった結構やってるよね、もう,、ね、もうやりすぎて、自分でも分からなかったはい、もう第何回でちゃんと書いておいた方が良かったんですけども、も、はいえー、電動ゼロ、2か月に1回の大会です、はいえー、ルール、簡単にご説明ください,、はい、もうほとんどそのままです、<laughs> 電動レギュレーションなしで、大会やります。はい あのー、どうしてもなんかこういうね、あのこのカードを使いたいとか、そういう人が昔のデッキを使ってくるという感じですか、はい、最近の大会では、どういうデッキが多いんですか最近はですね、うん、診断のカードを織り交ぜた、うん、えと電動ゼロが多くて、最近だと OB メーカーっていうデッキが比較的、えー、と入賞してますえそれは別に電動じゃないんでしょ電動ゼロなんです

ちっと2連続優勝してますえーそうなんだえー同作者はあのマッチーさんああ最悪ですね超有名 YouTuber のああ町田さんって人が作ったんですかああそうなんだしてえと使用者タさんっていうああじゃあ最強コンビなんですよね今のところえやばいじゃんそれじゃ今回もそれはその最強コンビが今2連続優勝はい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 それを倒すのが誰だえどうしたらいいのじゃヒドどろさん的にはこれのベイビージャックの入った OB メーカーを倒す いいデッキは何かプランはあるんですか引かれてないことを祈って先に殴りますああ、それしかないんだ <laughs> そうか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 結構強いんでもしくは、うん、隙がないんだな結構でも勝てるデッキも実はあります、ね、あそうなの実は意外といろいろ分かりましたあんまり言っちゃうと思いますあんまり言うとそうだねそうだねみんないろいろ準備してるだろうからねっていうことは今回もだからこのデッキは出るだろうから、うんうね、優勝候補筆頭ですね 優勝候補ヒット、はい OB、メーカー。ベイビージャック入り OB メーカーを倒せる電動ゼロデッキを持って集合するといいと。まあわかんないですわかんないですけどね。それをあえてメタ読みして、違うで聞くんでくるかもしれない、うん。ああ、そうか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 。まあ、それが面白いところなんですわかりました。はい。はい。えー、今週土曜日。土曜日です。え四、ー、4時からだっけ。時からですね。はい。えー、電動ゼロ。はい。 こちらのカード何使ってもいいですよっていう大会ただ一応例外として、うん、えと禁断4枚とかゼロ4枚とかはルールで禁止されてる、うん、ーわわかかっったたルルで禁止されてるものはダメですよ、はい、ということですあの他のよくある何でしたっけ特殊カードみたいなあるじゃないですか特殊カードあの関係者カードでああわかった うん雨降ってたらとか。そうそうそう。今全部使えるんで。うあん。そういう変なことは書いてある通り使えるね全部使います。わかりました。ラップ1 0人デッドマンとか言って歌ってもいいです。あ、歌ってもいいんだ。歌ってもいいです。パックをプレゼントしてその分ブレイクするのもいいんだ。全然いいです。あ、いいですね。もちろんガチャしてもいいので。はい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 。そういうのは自由です。わかりました。はい。じゃあ、普段日の目を見ない変なデッキを持って皆さん集合、ぜひ。よろしくお願いします。お願いします。はい、土曜日、開催お待ちしております。ではではでは。はい